どうも、ひろいです。いやすいません、翌朝になってしまったんですけども、どうしましょうか。どうしましょうかね、このチーム。いやー、10-0。もう赤瀬選手の引退試合は終わったんですけどね。左のエース、王子で、10-0。頼みの坂本投手も、今宮選手に避難しまして、てか、もうなんか、アキラよ。中村アキラ選手、リプレイみたいなスリーラン打ってましたけど、またスリーランかいっていうね。うん。いやー、甲斐選手もね、気持ちのいいホームランを打たれましてね。いやー、やっぱ3回の満塁のチャンスですかね。満塁のチャンスを、まあ、千賀投手も悪いなりに抑えられて、で、その後に、まあ、しっかり2点先制されるっていうね。うん。いやー、昨日は、飲みましたね。ラジオを一緒にやってるみっちゃんと、昼は中野さんも一緒にいたんですけど、その時点で、8-0ぐらいになってまして、二人とね、いる時に、父から LINE が来まして、もう、どうすればいいだろうかっていうラインが来まして8-0 の時点で、いやー残酷ですねプロ野球はね。うん、いやー一個上の順位に果たしていけるのか、頼ます。ない、もう本当にこのエールを送ることしかできんすわ。なんかちょっとね、気持ち切れちゃったとは思いたくないですがね、頑張ってくださいよ。ロッテナイン、石監督、スタッチ、お願いします。オスナ投手が一番、ね、やる気あるようじゃダメですよ。今年から入ってきてくれた助っ人に、ね、葉っぱかきたれてるようじゃダメなんで、皆さん、よし、よし、お願いします。私も仕事行ってまいりますんで、えい。頑張ってください。ロッテライン。では、バイバイ。いい天気ですね、今日は。